みなさん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校第三学年。社会科公民分野。第三章三節。地方自治と私たち。一時間目の内容です。今回は。私たちの生活と。地方自治について。そして。地方自治の。仕組みについて。 学習します教科書ページからす今日の学習課題は1私たちが住んでいる地域の政治はどのような考えに基づいて行われているのだろうか2地方自治はどのような仕組みで行われているのだろうかの2つです。 一度動画を止め学習課題をノートに書きましょう。課題を書き終えたら動画を再開してください。教科書102ページを開いてください。私たちの日々の暮らしは、それぞれが住んでいる地域社会に基づいています。地域の課題を解決して、 住民の幸せを実現するためには、住民の意思に基づいて地域を運営していくことが必要です。そうしたことを、住民自治と言います。そして、地域を運営していく主な場として、市区町村や都道府県、特別区があり、それらを地方公共団体と言います。 特別区については、教科書102ページの左下にある、公民にアクセスを見て確認してください。この動画を見ているあなたが住んでいるのは、何という市区町村でしょうか。また、都道府県はどこでしょうか。都道府県や市区町村などのそれぞれの地域は、 住んでいる住民自身によって運営されるべきとされ、そのために国から自立した地方自治体を作るという原則が日本国憲法によって保障されています。このように地方自治はそこに住まう人々による民主政治の場となります。地方自治は身近な民主政治の場であることから、民主主義の学校、 とも呼ばれます国や地方公共団体はどのような役割を果たしているのでしょうか地方公共団体の仕事を知るために教科書102ページの上にある資料1を見てください消防や水防上下水道の整備 ゴミの収集、住民登録などの仕事の様子が資料からわかると思います。これらの資料に表された仕事や学校の設置、警察などは地方公共団体の役割です。住民に身近な仕事が多くありますね。それらは仕事の規模によって、 市区町村が行う仕事か、都道府県が行う仕事か分けられています。それに対し、国が行う仕事は、外交や防衛、司法など、国際社会に関わる役割を果たしたり、公的年金のような全国規模で行われる仕事を担っています。 民主主義の学校とも言われる地方自治ですがかつては仕事をするためのお金財源の多くを国からの補助に頼っていたため地方公共団体は自由に政治を行うことが難しいとされていましたそこで現在は地方の特色に応じた政治ができるようにするために仕事や財源を 国から地方分権を進める中でそれぞれの自治体が自由に政治を行えるようにするため地方分権一括法という法律が作られました例えば教科書103ページの資料4を見てくださいこれは青森市で 少人数学級の制度を導入している写真ですこのように自治体ごとに特色ある政治を行うことが可能になりましたでは地方自治とはどのような仕組みで行われているのか学習していきましょう国の政治に関わる機関として国会 がありましたね。地方自治でも国会のような議会が存在します。これを地方議会といい都道府県議会や市区町村議会があります。国会と地方議会の共通点として議員は住民からの直接選挙で選ばれるという点が挙げられます。また、 国会では法律が作られるのに対し地方議会で作られる法は条例と言いますその他にも地方議会には予算の議決を行うなどの国会との共通点がありますまた国の行政の長は内閣総理大臣でしたね同じように地方公共団体にも 行政の長がいます都道府県の知事や市区町村長が行政の長にあたりそれらは首長と呼ばれます国会や内閣総理大臣の関係は議員内閣制という関係でしたねそれに対し地方公共団体では二元代表制 といいう形をとっています国における議員内閣制も地方公共団体における二元代表制も議会と行政の関係を理解するために大切なポイントとなりますでは二元代表制とはどのような仕組みでしょうか議員内閣制との共通点 違うう点を比較ししながらままとめてみましょう教科書104ページの資料3と89ページの資料7を参考にして同じ部分と違う部分を見つけ画面の図のようにまとめてみましょうでは動画を止めてまとめてみましょうまとめたら動画を再開してください 国の議員内閣制と地方公共団体の二元代表制について比較ができたでしょうかまず共通点は国会と内閣議会と首長でそれぞれ互いに抑制し合い均衡を保つ関係にあるということです異なる点は選ばれ方にあります内閣総理大臣は 国会で指名されますが地方では議員も市長も住民による直接選挙で選ばれます二元代表制でも分かるように地方自治は住民の意思と強く結びついていますそこで住民の意思をより強く反映するため直接請求権が認められています これは条例の制定や改正、首長や議員を辞めさせることを署名によって求めることができる権利です。この直接請求の内容にある議会の解散請求や議員、首長の解職請求のことをリコールと言います。直接請求できる内容については、 教科書105ページの資料7を見てください内容によって必要な署名数や請求先が決まっていることが分かりますね今回は私たちの生活と地方自治についてそして地方自治の仕組みについて学習してきました2つの学習課題についてまとめをしていきましょう まず1つ目の学習課題は「私たちが住んでいる地域の政治はどのような考えに基づいて行われているのだろうか」でしたこの課題について「住民」と「地方公共団体」という語句を使ってまとめましょう次に2つ目の課題「地方自治は どのような仕組みで行われているのだろうかについて、二元代表制と直接請求権という語句を使ってまとめましょう。一度動画を止め、まとめが終わったら再開してください。まとめが終わったでしょうかまとめの例を示します。課題1 私たちが住んでいる地域の政治は、どのような考えに基づいて行われているのだろうかについては、それぞれの地域は住民自身によって運営されるべきであり、そのために国から自立した地方公共団体を作るべきであるという考えとまとめることができます。課題2 地方自治はどのような仕組みで行われているのだろうかについては地方自治は住民が地方議員と首長の両方を直接選挙で選ぶ二元代表制という仕組みで行われているまた住民の意思をより反映させるために直接請求権も保障されていると まとめることができますこれで今回の学習は終わりです皆さんが生活する地方公共団体がどのような仕組みで運営されているのか理解できたでしょうかそれぞれの自治体で独自の工夫を行っていることもあります自分の住んでいる地域について気になったことも調べてみましょう